い、続いてご紹介するのがこちらのショートブーツになっております、はい、じゃあどういったアイテムでしょうか。もうこちらはそうですね、特徴といってはもうブーツにこのビットのデザインっていうのがかなり特徴的なデザインのものにはなっておりまして、タングツ系ではやっぱこういったアクセサリーのものはやはり引き続きトレンドでは上がっているので、それをあえてちょっとブーツに取り入れてみたっていうのがかなり特徴的なものになってます。ちょっと華奢なデザインっていうところがポイントですね。そうですね、でこの方に、はい、ヒールの方もしっかり高さがありつつ、そうですね、安定感があるので、はい、おすすめとなっております。そしてここが着脱しやすいような形でファスナーがしっかりついています。はい、お色の方が3色展開。そうです。で右からが、ブラック。ブラック。あ、そうです。大丈夫です。ブラックですね。で真ん中がダークブラウン。ダークブラウン。と、左がライトグレーですね。ライトグレー。はい。全体的に落ち着いたトーンになりつつも、春先まで比較的履きやすいデザインとなっております、はい、ぜひお